なくスタートです。甲子園球場からお伝えしてまいります。阪神タイガース対読売ジャイアンツのゲームです。解説は里崎智也さん。まずはタイガースの先発藤浪が甲子園のマウンドに上がります。さあジャイアンツ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、このあたり見ていきたいと思います。打ちました。中野アウト、ワンアウトです。